はい、辻旅土屋直人です。今回は、千葉県にある野田さってん園さんで提灯両団子をしようと思ってます。もう季節もね、両団子メインのシーズン、7月8月過ぎてもうちょっと9月に入りかけてる、タイミングでの撮影ってなってます。で、今回紹介する釣り方は提灯両団子なんですけど、ちょっといつもと違うのが、今回使ってるのは忠介さんの DD の XO サイズ使ってます。パイプトップ、ちょっと細めのパイプトップがついてるタイプの木になってます。で、餌落ちが両方の張り付いてここです。で、今回、紹介するのはいつもと違ってパイプの両団子なんで、ハリスがちょっと短めです。で、短いハリスでパイプを使うことによって、パイプってゆっくり餌が入るんで、短いハリスだけどゆっくりアプローチして釣っていくっていう風な釣り方になってます。で、まあムクとか PC とか長めのハリスつけても一緒やんかっていう話なんですけど、長めのハリスつけると今日の状況だとすごいはしゃいじゃったりとかすれかいたりとか殻が出たりするんで、短いハリスやけどゆっくり棚に入れるっていう意味でパイプだから、短いハリスで釣るためにパイプの浮きを選択する、浮きを出すために、短いハリスで浮きを出すためにパイプにするっていうような釣りの組み立てで今回パイプトップ使ってます。ちょっとね、パイプトップのついてこう短いハリスで、まあ早めのあたり取ったりとか、ゆっくり入れていって先端のあたり取ったりとか、まあ使用用途的にはね、短いハリスで釣るためにみたいなところがあるんで、その辺の釣り、説明できたらと思います。なんで今回撮影したかっていうと、パイプの両団子ってあんまりメジャーじゃないんですけど、提灯でだけど、非常になんて釣りが学びやすいなと思いました。餌を持たせたりだとか、当たりを取ったり、当たりが明確に出たりとか、そういうところが僕と違って複雑じゃないんで、ちょっとやりやすいのかなっていうところで、初心者の人が見ても、まあ、釣りが組み立てやすいのかなっていうところで、今回はパイプの釣り紹介します。で、ちょうど秋口に入ってきて、PC とかグラスだとちょっと餌が入りすぎて、細かい餌の調整がすごく必要になってくるタイミングが多いんで、まあ、パイプの浮きを使うことによって比較的短めのハリスで秋のその高活性がちょっと終わりつつあるヘラブナにも両団子でアピールしやすいんで、だからこれからの時期もまだしばらくは通用する釣り方になってくるんで、このタイミングで、パイプの提灯両団子を紹介することになりました。まあ、確かにね、もう10月9月終わって10月とか入ってくると、冷海で混雑してたりすると両団子ってなかなか釣るの難しくなってくるんですよ。なんでちょっと空いてる時とか、まあ日波が良くて活性が高いとか、よく釣れてるよっていう池とかで、まあこの時期だとやってもらっても、競技の中で、まあラスト両団子シーズンの終盤ということで楽しめるんじゃないかなと思ってます。で、まあ先浮きを紹介したんで、竿はね、今回パワーロッドガマヘラの9尺です。しっかり曲がってくれて、この継ぎ数が多いんで、継ぎ数のところでしっかりとヘラを上げてくれるパワーがあるっていうので、提灯に最適なガマヘラ天気使ってます。で、道糸が奏でのちょっとワンラックとかトラブル少ないように 1.25、 ハリスが 0.65、 上が 35cm、 下が 45cm ってなってます。で、針がリフトの7号、これ結構懐が広くて、餌がつけやすいっていうのと、餌切りした時にスパッて餌が、懐が広いんでスパッて餌が切れるんで、棚より上に舞い上がりにくいっていうイメージを持ってるんで、まあ大きい餌もね、柔らかくしても打ち込みをしやすいっていうところで、一番それがメリットかも。つけやすいのと、大きく柔らかくしても大きい餌がポトって手前で落ちにくいっていうのでリフトを選択してます。まあ、両団子は基本的にもリフトほとんど一択、たまに団子マスターも使ったりするんですけど、リフトほとんど一択で僕はやってます。7が基準ですね。で、今回餌紹介する前に、なんと見てお分かりの通り、今回の動画から、トーナメントシャツ着させてもらうことになりました。今期ちょうど6月ぐらいから募集させていただいて、今の段階で全て揃いました。なんでワンシーズン1年間は、このスポンサーの皆さんと共に撮影することになりました。こんな感じです。見えますか、見えますか、見えますか、こんな感じでかっこいいでしょ。こうね、今回はね、チューニングショップ
チップゴルフさんにも協力いただいてます。1年間、ありがとうございます。このチップゴルフさんは、オーダーメイドでとか自分に合ったゴルフクラブを作ってくれるメーカーさんです。ちょっとゴルフのこと詳しくないんで、気になる方はチップゴルフで検索してください。店舗も実店舗あるんで見に行ったりもできるようです。まあ、他のね、釣り具以外で言うとカメラの赤荘さんとか、まあ釣り具メーカーですけど、英和商事さん、アルミノーゼンで、伊藤のサンラインさん、松岡釣り具さん、関東にある長谷部釣り具さん、あと鎌勝さん、忠助さん、マルキューさん、あとね、サングラスのバニーウォークさん、ジールさんっていうところも協力してくれてます。で、太平さん、大平さんも入ってるんで、ぜひ皆さん気になる方、大平さんはね、個人の方で協力するよということで、協力1年間サポートしていただけることになりました。ありがとうございます。こんな感じで1年間、まあ、活動するのにいろいろ大変なこともあって、車の維持だったりとか、まあ、撮影するのに行ったりだとか、なかなかそのいろんな好きに遠征したりとかっていう行動がなかなかしにくいんで、まあ、いろんなヘラブラツイの魅力を発信するには、そういう活動、皆さんのご協力が必要なんで、ぜひ今後とも皆さんよろしくお願いします。また見てる方はね、ちょっと気になるメーカーさんあったら検索して調べてみてください。まあ、こんな感じで今年1年間はこのシャツとともに、釣り旅と取材撮影、行わさせていただくんで、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと途中になったんですけど、餌今回使っているのが、ちょっと午前中ね、若干試聴させてもらったんで、ちょっといい感じの餌が見つかりました。革新500、これベースで、スゴフが200、これは膨らませるとか魚を反応させる餌です。ボソっぽい餌で、マッハが100で、カルネバが150で、水を300入れて GD を80ぐらい、ちょっと細かいんですけど、ね、それぐらいが使いやすかったです。で、まあ、両団子のイメージ、ちょっと簡単にお伝えしておくと、僕の今、餌の感じ、餌の持ってるイメージは、まあ、例えばネバネバの餌で、釣れるんやったらネバネバの餌使った方が絶対超過伸びます。なんでかというと、ネバネバの餌の方がヒット率高いんですよ、開かないから。ネバネバの柔らかい餌でもし釣ることができたら、それが一番超過伸びるんじゃないかな。ヒット率高いし、無駄に開きがないんで、魚がはしゃがないんで釣りやすいです。ですけど、なかなかそのネバネバの柔らかい餌だけじゃ反応が悪いから、バラケモハだったりスゴフだったりっていう、ちょっと開く粒子を入れて魚に反応させていってあげるっていうイメージを持って釣りをした方がブレンド分かりやすいかなと思ってます。だからマッハとスゴフで開かしていって、ネバネバの餌をちょっと細くして反応、浮きに動きを出していってあげる。で、ここは魚も多いし、そのちょっとジャミもね、餌をつついてくるんで、カルネバのしっかり粘りがあるカルネバで棚まで入れてあげる。で、水を入れてから上で開くと、浮きがガチャ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 って触りが多すぎて殻とかスレが多いんで、 GD、 これを最後にパラパラして棚に行くまでの開きを抑えていってあげるみたいな感じの、釣りのイメージを持って今からしたいと思います。ちょっと午前中やってるんで、基本ちょっと正解に近いような釣り方でスタートするんですけど、まあ午前中やった感じだと、開かすとスレ殻が多くてなかなか釣りづらい。で、早いあたり追いかけてもカラスレが多い。だから、しっかり餌がついているようにカルネバをつけ入れて、グルテン団子ではしゃがしてるのを止めるっていう、結構ネバの柔らかい餌を使ってヒット率上げて釣っていくっていうのが、正解のやったような気がします。まあその正解に近いような状態でちょっと挑むんですけど、まあ時間帯もね、ちょっと昼回ってるんで、時間変わっちゃったんで、変わってるかもしれないですけど、まあちょっと説明しながら、初心者の方でも分かりやすいように釣り進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ実際に釣りしていきたいと思います。まずね、最近ちょっと両団子とかで初心者の方と一緒に釣りしたりして、みんな悩んでるのが餌付けなんで、餌付け常に釣りしながら浮き見ながら2個左手に持っとくこと、これはもう両団子で絶対で、もう一つ餌付けなんですけど、ある程度丸めたら、ここで僕は針をこっちのハリス引っ張ってギュイって引っ張って餌の真ん中行ってから地元を押さえます。こうやって針が
餌の真ん中入ってから抑えます、地元だけなんですけど、今まではこの説明したことあるんですけど、もう一歩説明すると、こっちの針巣を引っ張って餌の真ん中入れます、糸を餌からここの指元のこの感覚、針巣を張った状態、ピンって張った状態で、張った状態でこうやって地元を押さえていきます。これだけ、ここを絶対張っとく、張りながら地元を押さえる。緩んでると針が右向いたり左向いたりして、こうやった時にこうなんかこうつけてんのに、なんかこんなになった、なっちゃったりとか、これずれてますよね。なんで絶対張った状態で地元を押さえる、これが結構大事です。ちょっと慣れないかもしれないですけど、練習してみてください。そのね、緩めて絶対やらないことと、地元をしっかり押さえる、お尻まで押さえる必要ないんで、地元をしっかり押さえる、両団子の餌付けの基本です。じゃあちょっと餌を打っていきます。ちょっと一頭すると良くない振り方としたら、ポチョンってついちゃって、このままバッて仕掛けがぐちゃぐちゃぐちゃって落ちちゃった、落ちちゃってるんですよ。これだとハリス絡まるんで、わかりますかね。もうテンションかけずに、もう餌が水面に入ったらそのまま仕掛けポトンって落とすと絡みやすいです。なんで、まあ、餌しっかりつけて、地元にしっかり圧かけてつけて、餌が着水したら左右、ちょっと緩んだ、左右、ちょっと今のね、ちょっと失敗気味やけど、なんか糸が張った状態で仕掛けを投入することが大事です。折るって言うんですかね。でまず餌作って、最初は今作ってね、そんなに時間経ってないんで、多分そこまで馴染みが出ないんですよ。こうやってなかなか馴染め、いい動きしたけどね。なかなか馴染めへんから、まず餌作りました。馴染まなくてもいいから、ちょっと餌打ちを早くして魚寄せていきます。じゃあ餌もね、ケージ変化でちょっと粘ってくるんで入るようになってきます。それでも入らんかったら、こうやってほぐして10回ぐらい、こうやって10回ぐらいほぐして、ほぐし練りというか、つまみながらこうやって練るみたいな感じで練ると、ボソが失われずに練ることができます。じゃあもう一回ね、餌を打っていきます。しっかり針巣を張った状態で地元を押さえる、張った状態で地元を押さえる、これで仕掛け投入したら左右、ちょっと大げさにするとこんな感じで、糸が絡まないように、糸が糸の上に乗っからないように振り込みすると絡みにくい。で、あともう一つ注意点としたら、浮きが馴染みかけて餌の重さかかりだしたら、竿をちょっと前につくと、こうやって浮きが入りやすい。よく触ってますよね。で、ここからは力強い当たりを取っていく。で、触りながら入って当たらんかったら、ちょっと誘って、一回ぐらいは誘ってもいい。で、動き止まったら切る。ちょっと引っかかった。もう一回つけますね。つけます。打ちます。左、右。こんな感じで折ってやるとトラブルが少ないっていうのと、慣れてない方は、竿で、浮きが馴染んでる途中も竿で浮き引っ張っちゃってるんですよ。こうやって、浮きが立って、餌で浮きが入ろうとしてるのに、こうやって引っ張っちゃってるんですよ。自然に強打で前に流れていってるんで、糸が張ってます。じゃあこうなるとなかなか馴染まないんで、前につく、馴染んだら。そうするとこうやって入っていく。これが結構ね、やりがちなんです。で、しっかり馴染み幅が出ることを確認したら、餌の練りがこれで OK。じゃあここからね、釣りを進めていきます。だってしっかり馴染みをまず出していって、さっき言ったみたいにね、今もこうやって前に流れていってるんで、このまま竿を置いてると糸が張ってなかなか馴染まないです。だから前につく、前に浮きについていってあげるみたいな。
でこうやって入っていきます。あ、いい当たり、バッチリの当たりやね。これは食ってるわ多分。うい、おお、いい当たりでした。はい、こんなヘラです。おい、こんな感じで今は触りながら入ってトップ先端でドンと、やっぱパイプの木なんで木よりも当たりがはっきりしてるんで分かりやすいんですよ。短い、針相撲短いんで、だからその、まあ、PC とかグラスの方が使う機会多いけど、パイプの方が初めて両断をするとかちょっと慣れてなかったら、あと短い針で釣るときとか釣りやすいですね、確実に。なんでパイプでやってもらう方が分かりやすいかなと思います。初めて両断をするとか初心者の方は、ここで触って竿を前につく、竿を前について浮きについていったけど、こうやって馴染む。でこっから、おい、当たりだったな。あんな感じでね、当たりもはっきり出てきます。まずはね、何も考えずにしっかり馴染まして深い位置で当たり取って魚を貯めていく。両団子の釣りもいろいろあって、例えばエオチ付近に行くまでにあのボディ付近のあたりを取っていくっていう釣りもあります。でもそういう釣りってやっぱね、ちょっと難しいというか当たりも分かりにくいんで、まずはしっかり入れていく釣りして、あかんかったら、どうしてもあかんかったら早いあたり取っていくような釣りに転向した方が、こっちの方が、ベースでやってもらったらいいかなと思います。今のもいいあたりです。よいしょ、こんな感じでね、タンバリスでちょっと短めの針素で両断をすると当たりが分かりやすくて釣りもしやすいみたいな感じです。当たってくれてると当たりも持続しやすいんですよね。棚に魚が溜めやすいんで、こういう釣りは釣れると比較的釣れ続いていいかなと思います。あとこうやってね、魚を寄して、棚に魚を寄していきながら、まあ、もう一つやったかのが、このここら辺の早いあたりを取ったり先端付近取ったり、どっちも取ると魚の寄りがまばらになるんで、ここのあたりでいくらいいあたりが出ても無視する、送っていく。今触ってますよね。あの先端3メモリぐらい行ってから、ちょっと今のは餌の残りが甘かった。で魚も寄ってきて餌の持ちちょっと若干今悪かったんで、次しっかり地元にしっかり圧かけて餌を棚に入れていってあげる。でね、もう一つよく初心者の方に教えててありがちなんが、待ちすぎる。浮きが触りなくて馴染んでる、馴染んで沈没しました。じゃあ一回誘いかけて待ってるとか、餌が溶けるまで待ってるのは一番魚が寄ってこないんで、宙釣りって底釣りと違って餌5分打たなければもう餌なくなっちゃうんで棚に。なんで触りがなく馴染んだらもう切っていく。今静かですよね。この状態で当たらんかったら、あ、当たっちゃった当たっちゃったけど、もうあれぐらいのタイミングで当たらんかったら切っていくって、で棚に魚を寄していく。すると周りで同じ釣り方してても自分のとこに魚を寄していくことができる。だからこうやって餌を打ちながら左手で2個絶対餌を持っとく。で仕掛けもトラブルないように今みたいに仕掛けを追って投げる。でちゃんと浮きが立って馴染む前に餌の重さかかりかけたら、竿を前についてテンションを抜いてちゃんと自然に餌を入れてあげる。触ってんな。でこれぐらい、こっからぐらいのあたり、これちょっと弱い、弱いよ、沈没したら
ちょっと 触ってて沈没車一回誘って、今の弱いんで、弱いけどもうあれぐらいで餌切りせえへんかって、魚寄ってこないんで、あれぐらいで見切って餌を切ってあげない。でこれでこの動作が全部できて、やっとこう釣りが始まったみたいなイメージかなと思います。こっからね、いろいろ釣りしながら、ちょっとボソがいるなとか、ハリスが短いかな長いかなとか、そういうところを読んでいくっていう、まずはこれが全てできて釣りがスタートみたいな感じです。でちょっとね、今もね入りが餌しっかり入りすぎちゃってるんで、ちょっとまあこうやってね角バラしたりはできるんですけど、ちょっと餌が入りすぎちゃってるんで、若干一回だけ手水を全体にこう絡ませて、手につけたやつでこうやって触る、これを 2,3 回やって、ちょっと柔らかくし、ちょっと今ねスーって餌が入りすぎちゃってるんで、弱い、いい当たりやけどな、いい当たりでしたが、おいスリアと思いきや食ってました釣れと思いきや、釣れと思いきや食ってた。ああ、よう元気やな、ここのサバ。よいしょ。じゃあ今のね、状況的に何が動き的に足りひんかっていうと、触りながら入ってない。スッて入っちゃってる。で、まあちょっと手水打ってみて。様子見ます。これでもあかんかったら、ハリス長くしたり、でそれでもずっと入っていくようやったら、カルネバを少なくして、ちょっと餌を軽い粘り気をちょっと取ってあげるとか、 GED を浅棚一本に変えるとか、そういう風にしてちょっとひ、粘りを抑えていってあげた方がいいかもしれない。でも今ちょっと手水打ってまず様子見てみます。この辺のね、複雑な動きが、取らないこと、今は。もうちょっとね、当たりが早いの取っちゃってるんで、しっかり馴染んでからの当たりを手出すことを、今から、やっていきます。やっぱ根元の当たり取ったり、早い当たり取ったり、先端付近の当たり取ったり、いろんなとこ取ってると、同じとこに魚寄れへんし、はしゃぎ出すんですよね。で動き複雑になって釣れへんくなっていくんで、できたら深なじみさして当たらす、それがあかんかったら早いあたりも取っていくみたいな方が釣りとして安定してるし強いかなと思います。でここから入っていって3つ目まで、ここぐらいから、ここぐらいのちょっと静かかな。でここまで、おい当たったね最後。今切ろうかなと思ったぐらいで当たったんで、あれぐらいまで待っても今ぐらい。だから今ちょっと動画ね、ちょっと15秒ぐらい15秒30秒、1投前2投前ぐらい戻してもらって分かると思うんですけど、手水入れてから入るときに触り出してますよね。これが結構大事なんですよ。あれがスッて入ってたら当たっても空とかスレなんで、触りながら反応してて先端付近で当たるっていう理想の動きが大事なんで、なんか手水入れて正解みたいな感じですよね。スッて入ってたんが触りながら入るようになったんで、今さっきのはもう理想に近い確実な感じかなと。ここで触りながらも入っていく、今止めてますよね。こんな当たりあかんで、触りながらこの辺この辺、これいい当たり、あんな感じで釣っていく方がいいかなと思います。今のもね、多分もう惜しい当たりなんですよね。もう完璧な綺麗な当たりなんで、あの当たりが出てたら餌もセッティングもできるだけ触らずに手水とかだけで対応していった方が、もう限りなくあの当たりが続いてたら正解に近いかなって。
触るけどしっかり入る。これ上で触ってる、触ってるけどこんなあたりを無視して、こっからしっかり入って、こっから当たる。誰、ちょっと弱い。こんな感じで今のあたりに的を絞って釣っていくといいと思います。うい、上のあたりね、合わせたらあかん。上のあたり今日はこの3つ目から、こっから入れ、あかんか、抜けたか、ちょっと抜けましたね。いいところで今抜けたから、ちょっと餌付けが甘かった。おい、いけ、当たりそうで入っちゃった。ちょっと1回だけ軽く刺す。ここまで待って餌溶けるまでこうやって、もう釣れたな、ギリギリ残っとった。まあね、ずっと触りがあったから一回誘ったけど食いましたね。だから今のでもう待ち、あれを今のあたりを取り続けてたら多分魚減っていくんですよ。だから今がもう一番マックスで待ったぐらいの感覚。これ綺麗、よいしょ、顔見して、はい、綺麗なヘラです。今が一番最長で待ったぐらいかな。で今のあたりから見てもやっぱね、早い根元付近のあたりとか取る必要ないなっていう感じがしますね。ただちょっと餌が持ちすぎてるような気がするから、もう一回手水打ってもいいかな。入りすぎてるんで、だからやっぱね、ちょっと秋になりつつあんねんなって感じですよね。食うタイミングが若干遅いっていう。で、やわやわ、まあ、こういうあたりもね、このあたりばっかり取ってるときは今のアゲも取るんですけど、今日はしっかり棚入れてる方が良さげなんで、まずは放置。まだもね、ほぼ餌が棚まで持ってないんで、次しっかりつけます。だから常にハリスを張りながら餌をつける。で、追って仕掛け投入してトラブルを減らす。で、最初言った通りの流れやけど、馴染みかけて餌の重さかかりかけたら竿前につく。おい、消し込んだやっぱね、ああいう早いあたりとか今ちょっと取っちゃったけど、やっぱああいうの乗らないですよね今日は。なんでこっからはもうあたりを極端にトップ先端3メモリから取るように、あたり絞っていってヒット率上げていくっていう作業をします。まあこれが絶対いいってわけじゃないですけど、早いあたりがいい時もあります。なんですけど今日は状況的にヒット率下がるから、こういう上げとか早いあたりよりもしっかり入れて、あたりこう困難とかじゃなくて、はしゃいでるあたりじゃなくて、こっからこの3つ目から当たれ。ちょっと餌の持ちが甘い、入っていってないもんね、餌が持ってない。じゃあちょっと餌打ちとともに魚寄ってきたんで、またここで10回ぐらいまたここで10回ぐらいこういう風にほぐして、ほぐしにこう持ち上げて離すみたいな。これでちょっと様子見ます。さあこれで餌が持つか。難しいですよね。開かしたらはしゃぐし、
その柔らかくないと受けが出ないから。でも一個一個こうやって何が今動きに足らんか、馴染んでなかったら少し練って、馴染みすぎてた手水を打って、そこをボソで受けを出しちゃうとはしゃいで釣りにくくなるんで、柔らかさで受けを出していくって、こんなあたりとかもね、普段の日やったらとってもいいかもしれへんけど我慢。こっからのあたり、いいあたりやね。ちょっと時間もね、一番食いしぶる時間なんで、昼過ぎのその時間でこんだけ動いてて、このシーズン、このちょっとね涼しいんですよね。涼しい時にこんだけ両団子で動いてくれたら上等かなと思います。そう、この辺のはしゃぎがね結構難儀や。この辺からいけいけ、抜けたか、よいしょ、はい、惜しい。ズバ消しやん、びっくりするぐらいのズバ消しちょっと魚が入ってきてますね、はしゃぎ出した。うい、釣った後の糸を静かにしないように角張らして打つ。じゃあ無駄な糸が少なくなるんで、こうやってほら、釣った後でもこうやって今みたいに触ってくれる。あれ、もうあれぐらいで、触りが少なかったらあれぐらいで釣れてなさそうな当たりやけど、ちょっと取ってね、餌打ちのリズムにしていった方がいいかなと。今のも弱い、当たってない。ちょっとスッと入っちゃったから次また角張らして、これぐらいの餌打ちリズムをずっとねキープしながらね釣っていくと地合いも安定してくるんで、もうね浮き見ながら、絶対浮き見ながら左手に餌2個準備しとく。よいしょ、いい当たり。よう引くな、うい、綺麗なヘラです。なんか持てへんか、よいしょ、気持ちいい当たり。よいしょ、やっぱ同じところで餌ずっとトップ先端付近で切り続けて、魚餌貯めて棚作っていったら、こんな感じでね素直にあそこで当たってくるようになります、時間の経過とともに。で今日やったことって、持てへんから練りました、で入りすぎるから柔らかくしましたっていう餌のちょっとした手直しだけでこれぐらい釣れてるんで、そんなに難しく考えずに両団子やってもらったらいいかなと思います。
最近ね流行ってる両団子の釣りとかってこうテクニカルでボソっぽいブレンドした餌で、根元付近のあたりを取っていくっていう釣り流行ってるんですけど、こんな感じで基本通り秋になったらちょっと魚も落ち着いてくるんで、これぐらい基本通りのあたりを追いかけていって釣ってもらう方が釣果伸びるかなと思います。棚を意識してちゃんと作っていって、でちゃんと持たなかったら寝る、入りすぎた手水入れるっていうちょっとした工夫をしていくっていうのが大事です。あともう一つだけ言うと、例えば今日何回も寝らない、餌入らなかったですよとか、魚はしゃぎすぎましたっていう時に、例えばカルネバをこう刺していって状況が良くなったとしたら、じゃあ次餌を作る時にいつも使ってる餌にカルネバを配合した餌を作ってください。じゃないと、なんでダメかっていうと、今これの餌何 cc に対して何 cc 入れたかっていうのがわからないと、同じ餌次作れないです、なくなったら。なんで必ずもう次ブレンドするときに試しでこう入れた、それが良かったんやったら次ブレンドするラインナップの中にこれを次餌作りの時に入れていってあげる。で冷感の時とかやったらもうこれがなくなるのを待たずに、新しくもうこれが入った餌を作っていく方が正解に限りなく近いし、次同じ餌が作れるんですよ絶対。だからそれがめっちゃ大事で、でこれに粉足してこうやって絡ましてやっちゃうと寝ちゃうんで、ケージ変化するのがすごい早いんですよ。なんでケージ変化するのが早いってことは、もうこの餌で多分ねちょっとだいぶ寝ったから 2,30 分なんで、もう次 2,30 分後にダメになっちゃうんで、できるだけ最初のブレンドで決めていってあげる。手水も柔らかい方がいいんやったら、作ったやつに売っていくんじゃなくて、次作る時に手水を増やした餌を作る方が寝る回数が少なくて済むから、ケージ変化しにくくてずっと釣れる餌になっていくと思うんで、その辺もちょっと意識しながらやってもらったらいいかなと思います。だからいつも使っているベースのブレンド、皆さん使っているブレンド、何でも使い慣れているブレンドでいいんですよ。それに対して持たなかったから、結構寝らな持てへんから頑張らなあかんからカルネバを配合する、じゃあ持ちやすくなるか、出る回数少なくて済むよねとか、上ではしゃいでなかなか入ったら殻とかスレがはしゃいじゃって釣りにくいから、餌作っていつも皆さんが作ってる餌に GD を50から 100cc 足し作った後に振りかけて絡めてあげると、はしゃぐ動きが少なくなりましたとか、何かいつも使ってこのブレンドが絶対釣れるってなくて、その状況とか地合いとかで合わせていつも使ってる餌に何を増やすかとか、何を減らすか、何を入れるかとかで、釣れる餌を皆さんなりに探していってもらうことが面白いと思います。このよくあるのが A のブレンドダメでした、だから B のブレンドダメでした、 C のブレンドダメでしたってブレンド試していくのもいいんですけど、もっとなんかいつも入れてるこのブレンドでこれをなくしてこれを入れたとか、これを増やして粘りを増やしたとかっていう風な方が、釣り組み立ててる感じが感じ取ってもらえると思うし、釣りのゲーム性増すと思うんで、ぜひその辺意識してぜひやってもらったらと思います。まあ貯金量団子初心者の方、なかなか PC とかグラスが主流ですけど、こういうパイプの釣りも釣れるんで、あたりも分かりやすいんで、ぜひ、やってもらったら楽しいかなと思います。ぜひこれからもうちょっとね両団子楽しめると思うんで、いい釣り場行って楽しんでみてください。以上、釣り旅でした。レジェンド会員募集中。